フロイド軍はアメリカ合衆国バージニア州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は15,279人であり、2000年の13,874人から10.1%増加した。軍庁所在地はフロイド町であり、同軍で唯一の法人化町でもある。ジョン・フロイドの肖像がフロイド軍の記録に残る歴史は、 18世紀にバージニア南西部に公益業者、罠漁師、狩猟者が入ってきた時に始まっている。現在のフロイト郡を通る初期の旅行用道はトレーダーズパスと呼ばれ、東から西にバッククリークがロアの奥側に合流するところを越え、バッククリークの水源を過ぎ、南西のベント山に至った。さらに西のリトル川地域を過ぎ、エンコウ山に至った。最初に、 入植の試みが行われたのは1740年代だった。1745年、バージニア委員会が、オーガスタ軍のジェームズ・パットンに、ニュー川沿いとリトル川地域を含め西に流れる水流沿いに10万エーカーの土地を払い下げた。1749年、バージニア王室会社も西に流れる水流沿いの土地を払い下げられており、両者は地域の開拓を競い合った。 土地の測量を行ったのは1740年代、後半が初めだった。1831年1月15日、バージニア州議会が現在のフロイド軍をモントゴメリー軍の領域から設立する法案を成立させた。新軍の名称はバージニア州知事を務めたジョン・フロイドにちなんで名付けられた。軍庁舎は1834年に完成した。 1870年、フランクリン軍の領域の一部が、フロイド軍に付け加えられた。初代のバージニア州検察官は、ジョン・フロイドの甥い、ウィリアム・バラード・プレストンであり、後にアメリカ合衆国海軍長官を務めた。プレストンの後任は、ジュバル・アーリーが付き、後には南軍の将軍になった。フロイド軍の軍長所在地は、当初、第7代アメリカ合衆国大統領、 アンドリュー・ジャクソンにちなみ、ジャクソンビルと呼ばれていた。ジャクソンビルは1858年に、まず法人化され、1892年2月19日には、領域を広げるために再度法人化された。1896年1月23日、衆議会がジャクソンビルからフロイドに公式に改名する法案を成立させた。 フロイド軍は1960年代と1970年代にカウンターカルチャーに関わったもの、特に自然と密接な接触をしていきたいという者たちの目的地になった。1990年代後半、あるキリスト教徒集団がリベンデルの町を設立し、改革派教会の聖書解釈に沿った生活スタイルを実行し、ある部分ではコンピュータの Y2K 問題から生じる。 可能性のある社会的障害から隔絶されることを求めた。当初の会員の大半は町を離れたが、しっかりとした境界が残っている。フロイド軍はボブチルドレス牧師の自助伝、山を動かした男の舞台にもなっている。フロイド軍はロアノーク大都市圏やブラックスバーグクリスチャンズバーグラドフォード大都市圏に接しており、周南西部の田園軍に比較して、 そこそこの人口増加を果たしてきた。軍内に住むブロッカーが、たびたび街と田園部に関する観察を投稿している。軍内には音楽や文学の強い風土がある。三つの街では、ブルーグラスやオールドタイムのような伝統的音楽から、東大やオールターナティブミュージックまで、週末に定期的にライブ演奏を行っている。 よく知られているのがフライデーナイトジャンボリーであり、フロイド軍ストアで開催されている。フロイド軍ストアとカウンティレコーズは1960年代に設立され、ザ・クルックド・トレイルと呼ぶバージニア歴史遺産音楽トレイルに登場している。21世紀初期、フロイドの街でフロイドフェストと呼ぶ世界的な音楽祭が毎年開催されるようになった。 シャトーモリセットとビラアパラチアのワイン醸造所は1980年代から運営されている。フロイド軍のうねぎのある、給料部アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は381平方マイルで、あり、このうち陸地380平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.00%である。 バージニア州南西部のブルーリッジ山脈の中にある。郡庁所在地のフロイド町は、ロアノーク市の南西、アメリカ国道221号線で40マイルの位置にある。郡内最高地点は、標高3971フィートのバッファロー山である。フロイド郡は、ブルーリッジ山脈の高原部にあり、東に流れる水流と西に流れる水流を分けている。標高が高いので、 軍内に流れ込む水流はない。主にリトル川とその支流で排水され、クレーター湖ダムの下流でニュー川に注ぎ、カーノー川、オハイオ川を通じてミシシッピ川に注ぎ、メキシコ湾に流れている。ロアノーク川南支流の水源が、軍北東部にある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。